荻田勘はすぐに見つかると思いますわ。今大阪中に緊急手配しています。とりあえずは堀江博さんへの暴行、殺人未遂容疑での重要参考人ということですけども、でもまあきっとパク・ミレイさんの件では引っ張れないでしょうな。どういうことですか。さっきも話したでしょ、あの荻田っていうのにはパクさんとの間にトラブルがあったって。それってパクさんの死を解明する上でも重要な事実なんじゃないですか。せやけど例の件はもう自殺でほぼ固まってますからね。なんせ警察の方針としてパク社長を自殺と断定しまった手前、その情報だけで再捜査というのはちょっとね。そんな、さっきの現場には銃を持った本職の連中までいたんですよ。何かないと考える方が逆に不自然だ。まあそれも含めて荻田を捕まえれば明らかになるでしょう。この先は我々に任せといてください。素人さんが首を突っ込めば危険なことにもなりかねませんのでね。それでは。どういう話でした？警察はあくまでパクさんの死と荻田は関係ないっていう見方のようだよ。そうですか。ああ、買い出し行ってもらって悪かったね。花ちゃんがいないとろくに飲み物すら事務所に置いてなくて、人気アイドルにこんなことさせちゃっていいのかな俺。気にしないでください。私ただの高校生ですから。それよりこれからどうします？そうだな、警察が荻田を見つけるのを待つなんてのは消極的すぎるね。ええと言って俺たちで警察と同じ動きをしても意味がない。他に何かやれることがあればいいんだけど。あの秋山さん、人弁士って知ってますか？いわゆる偽造屋のことでしょ。またすごい言葉知ってるね君も。昔私が初めておじさん、あ、桐生さんに会った時、そういう仕事をしている人がいるって話を聞いたんです。ずっと社長の遺書のこと考えてたんですけど、蒼天堀にもきっとそういう人たちがいるんじゃないかって。まあ確かに素人じゃ多少の真似事はできても警察の筆跡鑑定まではごまかせないだろうね。でもプロの偽造屋が遺書の偽造に関わっているなら話は別だ。なるほど、蒼天堀の人弁士を探せば荻田やあの銃を持った男につながるかもしれない。はい、面白い。蒼天堀で聞き込んでみよう。あ、私です、沢村です。はるか、今大丈夫？はい、あの堀江さんは？大丈夫、一命は取り留めたわ、安心し。けど当分入院することになると思う。残念やけどあんたのマネジメントするんは無理やわ。そうですか。今後のあんたのマネジメントなんやけど、私が引き継ごうか思てんねん。え、山浦さんが？どうしてですか？私もあんたの夢の続き見てみたいんよ。それに堀江君や亡くなったパク社長にとっても、あんたがこのままメジャーデビューすることが一番の慰めになると思う。わかりました、ありがとうございます。そんでな、今日急やけどプリンセスリーグ決勝第2ラウンドをやるって連絡来てん。え、でも出演しても大丈夫なんでしょうか？万田さんも社長の件は耳に入ってる。その上で遥かに出演してほしいって言うてきてんの。そうですか、わかりました。大丈夫そう？大丈夫です、やれます。そう、ありがとう。ほんなら私はダイナチアで待ってるから、はるかも準備できたら来て。ほんならよろしく。はい、わかりました、よろしくお願いします。すっかりタレントだな、はるかちゃんも。そんな。
もしもし。社長、今大丈夫ですか？花ちゃんか。うん、大丈夫だけど。パク社長の件どうでした？なあ、話すと長くなるな。今度ゆっくり話すよ。ああそうだ、ちょうどよかった。急で悪いんだけどさ、花ちゃん、カムロ町で人弁師を見つけてくれないかな。人弁師？社長一体何してるんですか？それどう考えても支店のオープンには関係ありませんよね。ああまあ確かに関係ないけどさ、別件でそっちも片付けないとダメなんだ。私は手伝いませんからね。社長が自分で勝手にやってください。そう言わずに頼む。嫌です。こっちだって社長がいないおかげで片付いてない仕事が山積みなのに、どうしてそんなよくわからない頼みを優先させなきゃならないんですか？じゃあ肉まん買って帰るから。肉まん？そう、100個。しょうがないですね、今回だけですよ。助かるよ花ちゃん。で、カムロ町の人弁師なんだけど、明日には見つけられる？誰に向かって言ってるんですか？1時間もあれば十分ですよ。さすが。その人弁師と話したいんだ。俺の携帯に連絡よこすようにしてくれる？わかりました。これでいい。人弁師のことは人弁師に聞くのが一番だよ。俺は花ちゃんから電話が来るのを待ってるから、君はプリンセスリーグに出るといい。後でダイナチェアでお茶を。はい、わかりました。Thank you.
何話そう。ありがとうございます。かわいいんだろうな。大好きです。またまた。ありがとうございます。緊張する。沢村遥です。色っぽいじゃん。本当ですか。ちょっと待ってね。細いね。そんなことないですよ。頑張れ。頑張ります。ありがとうございます。楽しみだな。彼女にしたいな。またまた。ありがとうございます。早く会いたいよ。沢村遥です。じーありがとうございます。いいね。ありがとうございます。緊張する。素敵だね。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみだな。沢村遥です。来たね、はるか。プリンセスリーグまであんまり時間ないけど、どないする？すぐにプリンセスリーグ行く？プリンセスリーグに行きます。うん、気合入ってんな。ほんならスケジュール表見て、プリンセスリーグの予定確認しとこ。よっしゃ、行こうか。はい。山浦さん、どうかしました？ほんまのこと言うとな、私テレビ局来るん久々やね。え、そうなんですか？うん、なんや緊張してきたわ。大丈夫ですよ、山浦さん。ごめんな、私の方がしっかりせんなあかんのに。いいんです、行きましょう。控室はこの奥ですから。ほんなら私さっき行ってるわ。沢村。え？わしや、ティーセットのマネージャーの中井さん。社長が死んだばっかりやのに、もうこんなとこにおるんか。ほんま、小さい事務所はなりふり構ってられんちことか。失礼します。ところで、お宅の社長、ほんまに自殺なんかな？え？敵の多いお人やったからな、パクさんは。あの人死んで、せいせいしたいう業界の人間もぎょうさんおる。自殺に見せかけて、誰かに殺されたんとちゃうか。これであんたに同情票集まったらシャレんならん。ああ、案外犯人はダイナチアの中の人間なんとちゃうか。やめてください。はっ。中井さん、私がTセットに勝ったら二度と私たちに構わないでください。約束できますか？ほんま、おもろい女やで。答えてください。
中井さん。せやったらそっちもなんかかけてもらわなあかんな。沢村、お前が負けたらうちに移籍してもらう。それでどうや。まあ当然 T セットの後輩としてやけどな、あいつらが姉さんになったら今以上に可愛がってもらえるで。わかりました。ええな、約束したで。失礼します。なんでそんな勝手な約束したん。堀江君かて相手にせんのが一番やって言うてたやろ。黙っていられなかったんです、すみません。それがあの中井中マネージャーの手なんよ。前はこうなったらあいつらの鼻明かしたろ。あんたやったらできる。 T セットを引きずり下ろしてまずは大阪のトップアイドルになるんや。はい。よし、ほんなら今日の衣装に着替えて。しっかり頼んだで。よっしゃ、バッチリ。ええよ、今日も決まってる。どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。皆様ご機嫌いかがでショータイム。司会のドルチェカミヤです。アイドルたちが繰り広げる仁義なき戦いは巷で大反響を巻き起こしちゃってます。早くもテンションクライマックス。トップアイドルへの登竜門プリンセスリーグ決勝戦第2ラウンドを迎えました。対戦ルールは前回と同じ。会場の皆様は優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと自由に移動しちゃってください。ライブ終了時、あなたに近いステージのアイドルを支持したことになるので要注意ですよ。さあ、それでは第1ラウンドからデッドヒートを演じてくれた2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。光る個性が混じり合い生み出す力は無限大。優雅な立ち居振る舞いは王者の風格すら感じさせます。完全無欠の最強デュオ T セット。未完の大器はついにその片鱗を見せ始めたか。ファンの予想をはるかに超えるスピードでステージに立つために進化する驚異のアイドル、沢村はるか。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは行っちゃいましょう。レディーゴー。鳥のよう目指して、ねえあなたはそ
しく笑うよ。はるかちゃん、 T セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？優勝の行方を大きく左右する第2ラウンドを制したのは、ファイナルラウンドに向けて期待できる結果になったんじゃない？はい、とっても嬉しいです。ファイナルラウンドですが、自信はどう？抱負を聞かせてください。正直自信はありません。でも優勝したい気持ちは誰よりも強く持っています。だからファイナルラウンドでは私の思いを届けられるように精一杯頑張ります。アルカちゃん、サンキューです。とても強い意気込みを感じるコメントでした。これはファイナルラウンド期待するしかないでしょう。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。See you next stage! よかったで、はるか。次はいよいよ最終決戦や。Tセットも必死で挑んでくるはずや。最後の最後まで全力で頑張ってこ。はい。うん。ほんなら蒼天堀戻ろう。秋山さんと待ち合わせしてんやろ。ええ。せやけどほどほどにしや。私としてはほんまは空いた時間はレッスンに当ててほしい思てる。私もクリスティーナもいつでもスタンバイしてるから。ええな。はい、わかりました。よし、ほんなら行こうか。お疲れさん。私は先戻ってるわ。あんたは疲れてるやろし、ゆっくり帰ってきたらええ。はい、ありがとうございます。
はい、沢村です。はるかちゃん、秋山だけど今大丈夫？秋山さん、はい、今収録が終わったところです。そっか、じゃあ疲れてるところで悪いんだけど、ちょっと話したいことがあるんだ。できればあのトレーナーの人も一緒に。山浦さんですか？山浦さんなら先にダイナチェアに戻ってるはずです。じゃあダイナチェアで集合ってことでいいかな？俺は入り口のところで待ってるから。わかりました。もしかして人弁士が見つかったんですか？期待させて悪いんだけど、それとは別件でね。じゃあまた後で。はい、失礼します。木山さん、お待たせしました。悪かったね、疲れてるところ。いえ、大丈夫です。よし、それじゃあ行こうか。はい、じゃあ行こうか。お邪魔します。はるか、それに秋山さんも。秋山さんがここで話をしたいって。話？ああ、話ってのは他でもない、この事務所のことだ。山浦さん、あんたにも聞いといてほしい。ええ。それで事務所がどうかしたんですか？さっきパクさんの帳簿を見つけてね、うちが貸した金、金庫からなくなってたって話だったけど、実際はそうじゃなかった。帳簿で確認したよ、もう使い切っていたんだ。え？パクさんは遥ちゃんがプリンセスリーグで優勝することを信じて、事前にデビューイベントを興行するための準備をしてた。ええ、それは知ってるわ。社長ずっと東京でライブイベントやるって話してたからな。でもさ、それがとんでもないのよ。パクさんは本当にとんでもないステージを用意してたんだ。3億もの大金が消えたわけも分かったよ。どういうこと？彼女の抑えていた会場は日本ドームだ。え？日本ドーム？新人のメジャーデビューイベントで？そんな人数集まるわけないやん。彼女のことだから何かしら考えはあったんだろう。今となってはそれもわからないけどね。道理で社長が東京のイベント会場を教えてくれへんかったわけや。いくらなんでも無茶すぎるって。でも社長にとっては日本ドームでコンサートをやることが重要だったんだと思います。どういう意味？社長言ってました。アイドルだった頃の社長が、あと一歩のところで立てなかったステージが日本ドームだったって。多分あの場所にはいろんな夢が詰まっていたんだと思います。はるかちゃん、君はどうしたいんだ？社長が残してくれた舞台が日本ドームにあるのなら、私はそこに立たなきゃいけないと思うんです。パク・ミレイの夢を継ぐ最後のアイドルとして。けど言うても社長も堀江君もおらなどないもん。山原さん、あんたがいるじゃないか。私？はるかのマネジメントぐらいやったらともかく、コンサートの上なんか無理や。そんなノウハウ持ってへんもん。私もいますよ。クリスティーナさん。海外でもっと大きな規模のイベントを仕切ったこともあります。私が山浦をサポートしましょう。それに一度受けた仕事は最後までやり遂げるのがプロというものです。私の仕事は遥を一流にすることでしたから。せやけど、ほんまにドームでライブなんてできると思ってんの、あんたら。パク社長のことです。会場を抑えただけなんてことはないはず。運営スタッフはすでに確保されていることでしょう。まずはそのあたりを確認していくんです。できるかできないかはその後判断しても遅くはありませんよ。山浦さん、お願いします。わかったわ。ほな、もう少し様子見てみる。ちょっと時間ちょうだい。秋山さん、その帳簿を見せてくれる？何がどこまで進んでるんか、お金の流れ見て方々問い合わせてみるから。それでこそダイナチェアのスタッフですよ、山浦。ありがとうございます、山浦さん。
今日からこの事務所のボスはあんただ。あんたならパクさんも納得してくれるはずだよ。堀江ちゃんもね。ふん、空を気に。はるかちゃん、あとのことは山浦さんたちに任せて、君も自分なりの準備を進めるんだ。それが社長との約束だったんだろ。いいね。ありがとうございます、秋山さん。おお、かかってきた。はるかちゃん、多分神室町の人弁士だ。ええ。もしもし。スカイファイナンスの秋山社長。ええ、そうです。あんたの秘書って女の子から連絡もらってね。あんたと話せってさ。人弁士さんだね、神室町の。いちいち確認を取らなくていい。何か仕事か。悪いんだけど、頼みたいのは偽造の仕事じゃない。もちろん報酬は払うけどね。実は大阪の人弁士を紹介してほしいんだ。蒼天堀界隈にいないから。何を頼むつもりだ。遺書の偽造、ある人の筆跡を真似て偽の遺書を作ってもらう。なるほど。それなら一人心当たりがいるよ。連絡先わかる？さあな、仲良しってわけじゃないんでね。ただ蒼天堀の方眼寺横丁にバークレストって小さな店があるはずだ。そこのマスターに聞いてみな。どうも。礼は花ちゃんから受け取ってくれ。よろしく。方眼寺横丁バークレストか。はるかちゃんの入れる店じゃないな。もう夜も遅いし、俺一人で行くよ。いいね。ええ、わかりました。私はここで待ってます。何かあれば言ってください。